おはようございます。ドルキンです。今日は2017年2月4日です。いや、昨日カズさんのポッドキャストすげえ楽しかったです。あのリンク貼っとくんで、まだ聞いてなかったらぜひ聞いてみてください。ということで今日は土曜日ですが、ちょっと街に繰り出して、買い物に行ってみようと思います。全然目的地にね、今日予定通りに全ての物事が運ばなくて、あの最初に行こうと思ってたお店は閉まってるし、あのその前に行きたいレストランもひたすら止まってるし、駐車場あの閉まってるし、駐車場のスペースは全然見つからないしで、なんかひたすらぐるぐる回ってたんですけど、そしたらね、こんな素晴らしい、場所に到達してしまいました。うろうろしてたらこれなんか、こっから高台でサンフランシスコがなんか一望できるんですよ。ってことは、あれですよね。持ってて、いつでも持っててよかった。マビックちゃん。じゃじゃん。飛ばします。バッチリ、結果いいもの取れてよかった。さあじゃあちょっと食べる。すげえ腹減った。えらいご飯、ランチが遠かった。ランチっていうかもう3時ぐらいになっちゃうと思うけど。ということでね、今日来るのはこのレッドヒルステーション。前に1回来たんですけど、ここすごい美味しかったんで、結果またリトライできたってことで、もう結果オーライにしましょう。Set timer for 90 minutes. シリ賢い。はい、何にしようかな。めっちゃ悩むし、どこも美味しい。店の雰囲気こんな感じ。ちょっと狭いけど、なんか味があっていいかな。ソーセージパスタだと思ったら、この魚介のやつめっちゃうまそう。これはうまそうだな。ペロッと食べきりました。ただこんな感じ。 Thank you。 なんかここすごい日本刀とかって、憲法って書いてある。空手憲法、なぜか日本刀。なんかすげえおしゃれなピンホールコーヒー、していってみようと思います。おお、めっちゃおしゃれ。座る場所がない。で、こっちがラテで、だいぶサイズが違うけど、どっちもめっちゃ美味しそう。めちゃくちゃおしゃれな感じですよ、これ。こんな感じで。お
っしゃね。GoPro の電源まだ生きてるんだけど、このジーユンのやつ今日バッテリー変えるの忘れてちょっと油断してて、ジーユンバッテリー持つからって油断してたら土台が切れてしまったということで、しょうがないんで、ちょっとこれはもう今日はお役ごめん。ベッドバスビヨンドにちょっと生活用品買い。折りたたみ式の電自転車、これ結構いいんじゃない。ホバーは何気に最近このアメリカでもマッサージ機が流行り始めてんだけど、あの日本の超高級がっつりしたってよりはこういう簡易式のやつなんですよね。うちもね1個こんなやつ昔買ったんだけど、これ首も入ってていいな、ちょっと欲しい。しかもすごいなんか iPhone のアプリで連携するようになって地味に進化してる。